マーガケンです。ハラです。今回は今週来たガチャレビューをやりたいんですけど、はい、まあ、いつもガチャレビューってはマヤゲカさんのね辛口コメントをちょっと期待してる人がいるんだけど、確かに、まあ、ちょっと今日体調不良でいないっていうので、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと変えて自分と新たが、まあ、欲しい選手だったり、まあ、僕らなりに、うん、っていうのをちょっと話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今週が、まあ、このコッパイフットボールイタリア、ね、イフットボールイタリア、どういうことだよ。まあイタリアで、まあ、ライセンス取ったクラブチームで大会があったっていう。ああそういうことなんだ。だった気がする。へえ。っていう感じで、まあ、この6人、まあ、ローマ、ナポリ、アトランタ、ラツィオ、150人中6人だもんね。あ、そうだね、うん、っていう感じで、まあだから確率で言えば取れやすくはなってんのかな。だいぶじゃない、だって普段の倍ってことでしょ。まあそうだね、普段50回に1回ぐらいの計算が、うん、まあ、25回に1回ぐらいだったってことでしょ、うん、っていう感じで、まあじゃあ1人、まあ、ちょっと多いんで軽く見つつ、うん、まずはアンブロジーニ、アンカーで、まあ、182だから、うん、結構いいのかなって思うけど、まあ、でも俺だったらシャビアロンソ使うかな。ああそうなんだ。うん、なんか別に身長めっちゃ高いってわけでもないし、うん、182でしょ。そうだね、まあ、フィジカル7球だったらシャビアロンソもそのぐらいあったし、でなんかシャビアロンソはこれに多分なんかパスめっちゃ高いみたいな感じ、なんかちょっと足元あるイメージだから、そう、まあスキル的には悪くないけど、まあアンカー持ってない人だったらってぐらいじゃないですか。だね。まあでも別にね、今イフットボールビエラディフェンシブつければアンカーになっちゃうから確かに正直俺はそんな特別な事情がない限りいらないかなって思う、うん、じゃあ、インザーギ、うん、インザーギ結構やっぱ逆足頻度が最高だから、うん、ドリブルが結構一見ね低く感じるけど、そうだね、まあ多少は軽く感じるかもって思う。まあ同じ能力値の、まあ、頻度を普通とかに比べたら全然、うん、そうだね、スパサブでワンパワンシュー持ってるからです。うん、だからやれなくはないと思うけどね。うん、うん、こんな今週の中だったら結構当たりの方なんじゃない、この中だったら、うん、この6人の中だと俺も、うん、うん、1、2ぐらいのって思うよ、するけど、じゃあマルセロ・サラス、ボックスストライカー、まあなんか俺個人的にスピード遅いじゃん、うん、そうだね、スピード遅い系は蹴ってるかってほしいんだ、その分。ああはいはいはい、だってほぼ何も見えないわけだから。でも蹴ってるかもそんなないじゃん。そうだ、ね、まあ、7球だったらまあ波のちょっと蹴ってるかあるぐらいの選手じゃん、うん、ってなったら別にそんないられんじゃないかなって思うけど、でも173センチだから思ってたより軽さはあるかもね。あー確かに、うん、だからなんか、ね、まあ、振り方にもよるんだろうけど、なんか振るんだったら結構なんか決定力上げてるとかの方がいいんじゃない？なんか この選手ぐらいだったら特化型の方が多分いいよ、ね。そうだね。あ、そう。てかこういう選手基本そうだよね。うん、変にもうこれバランスでもう育成してももうマジ立場ないから、トグラスとかいいと思う。初期からなんか瞬発も高いから。瞬発とかジャンプは高い。確かに高いねこっち系。だからまあ瞬発とか決定力を結構多めに振るっていう育成がいいんじゃない？こういう系は。はい。で、サモラーノ。もうボックスか、うん、ちょっとしんどいですねこれまあサモラーノだっていやでも、まあ、フィジカル振るかな俺だったら。あーうん、はいはい、俺だったらフィジカル多めに振って、まあ、ジャンプ結構高めにしてヘディングも高めにして決定力も上げるって感じにするけど、うん、でも178かと思っちゃった。確かに身長ではそんな競り勝てるイメージはなさそうだけど、178だったね、うん、だったら多分ハーランドとか絶対勝てるし、同じボックスだしね、しかも、うん、今そう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 、ペノミネルとか見たら、まあ、タッチバーないんじゃない、うん、で、カンナバーロ、カンナバーロね、思ってるスキルなかったよね。確かにスキルがちょっと物足んないけど、まあ、まあ守備は、まあ、最初から 8-1 とかディフェンスセンスあるし、まあ、これはちゃんと強いとは思うけどね、うん、まあ、スタミナも、まあ、84とかにもできそうだしね、いけるね、うん、まあ、でも27か、まあ、でもカンナバーロは前出てた時も、まあ、やれなくはなかったから、うん、まあ、プジョルぐらいはやれんじゃない？まあ確かに、うん、プジョル使ってて結構いい感じだったなと思ったらハードプレスだしやれるんじゃないかなって思うけどね。で、一応一番高いカフー、うん、カフーは俺上げる人だったらいいと思う。そうだよね、まあ、新た攻撃的サイドバックたまに使うけど、うん、上げ方は育成の仕方、あ、まあ、守備もちょっとあるじゃん。俺だったらもう守備4振って、うん、ボールコントロール、まあ、全部80にはしたいね。あーはいはい、80にはして、でパス俺だったら、まあ、7は振るな。7、グラパは多めにしたい。まあでも、まあ、まあそうね、まあ、グラパちょっと振って、まあうん、スピードアウトバーって振るかな俺はっていう感じかな、まあ、フィジカル余裕あったら4振ってもいいかも。あ、そう、77ぐらいあったら そ, うだ、ね、そこそこでも止めると77もあれば、うん、って感じるからそんな感じいいんじゃないかな。はい、
まあ、一応こんな感じで、うん、イタリアのエピックは、まあ、これはやっぱりどうしてもファンとかそっちの人が引くガチャになっちゃうのかな、能力的に、まあ、本当にガチでずっと残り続けるっていうのはないんじゃない、うん、っていう感じです、はい、で一応今週の FP が FP メンツがこんな感じ、はい、まあ、メンツだけで見たら結構知ってる人も多い選手ばかり、うん、そうね、今週は結構有名選手がいっぱいいるね、うん、で、まあ、一番強そうなのが隣なのかな、うん、隣よかった、うん、いいんじゃない、まあ、これは俗に言うあれだよね、DMF の選手でパス高くて守備もそこそこできれば、そうですね、スタミナもあって、これはちょっとモドリッチ来てますね、これモドリッチパターンってことでしょ、うん、あ、これはでも結構パスもね、初期からこんな高いってことでしょ、なんか結構ね、キミヒとどっちの方がいいですかって聞かれてたよね、あったね、まあ、でもなんか俺的にはキミヒと隣だったら今週だったら隣使うわ、うん、俺も、うん、隣の方がなんか良さそう、うん、なんかやっぱどうしてもやっぱ身長の壁はやっぱあるから、うん、トリカンとかも絶対隣の方が俺いいと思うよね、アグレッシブネス93だし、あー、まあ確かにそこ高いな、でプレーメーカー、キミヒプレーメーカーで隣はボックスとボックスになってるから、うん、まあ、攻撃に加えたいって人だったら隣の方が絶対いいと思うし、ダブルタッチを持ってるから、そうだ、ダブルタッチミドル、ライジングミドル持ってるでしょ、であったらなんか俺結構上げるんよ、キミヒ442とかだったら、あー、そうなんだ、はいはい、シムフシムフで両方上げるから俺だったら隣使うかなって感じ、うん、かな、これ結構だいぶ当たりでしょ、ね、能力は強いと思うし、まあ、あともう一個コメントでシムフと DMF どっちで使いますかって結構あったけど、あ、そう、それシムフの方がなんか能力的には良さそうな感じは、俺もなんか別に DMF で専念させるの俺ビエラでいいんじゃないかなって思ってるから、あ、まあそうだ、ビエラと俺役割は違うと思うよ、うん、隣ってなんかもうちょっと守備とフィジカル強い選手はアンカーの底っていうか、あ、そうそうそう、くよ、ね、この選手だったらどっちかというと上下両方攻撃も関わらせつつ守備もっていう感じがいいと思うから、うん、俺守備がいいかなって思う、うん、俺もそんな感じで、じゃあ次レバーとか総合値高い順で見ていきます、まあ一応弱体化してるんでそうないんじゃないですかね、まあ、バックスピンログがついて、まあ、リンクフォワードになっちゃってるんで、まあでも、まあ、リンクフォワード好きな人はこっちでいいんじゃないかなってぐらいじゃないですか、うん、もう本当にどこも勝ってないでしょ、多分あの前の FP スパサブのやつと、そう、スパサブのやつより、まあ、オフェ戦が確かこっちの方が高かった気がするけど、ああ、はいはい、でもまあ別にでも言うてオフェ戦でそんなこっちの方が強いって感じではそんなないと思うから、まあ、前の持ってたら全然あっちの方がいいんじゃないかな、で、ベンゼマ、ベンゼマはこれはどうすか、俺まあフランスの方も使ってたんだけど、うん、やっぱあっちの方が根下ついてるから、うん、結構あっちの方がミドルレンジ、まあミドルシュートもこっちもついてるけど、うん、あっちの方がレンジ高いからあっちの方が使いやすいかなと思った、なるほどね、まあ配信でも当たって使ったけど、そう、ベンゼマ、そうね、俺ら当たって使ってたから、かっき抜きはフランスの方が良かったって感じの方が、うん、能力的にはちょっとどっちが勝ってるかとか見てないけど、多分大差ないよねこれ、うんうん、まあだからそうだね、ラインブレイカーになったらちょっと面白かったけど、まあ、リンクだったら今までとそんな変わんないみたいな、ね、だと思う、ね、でもなんか俺もシュートやっぱ根幹あるかないかとか、うん、結構やっぱシュートレンジが広くなるから根幹あるだけで、うん、ってな考えたらフランスの方がいいんじゃないかなって思うけど、うん、持ってない人は全然いいと思う、やっぱスルーパス持ちのセンターフォワードってあんま、うん、俺パッと出てくるルンメニゲとかだから、そうだね、こういうストライカー系でなんかそういう意味では一回使ってみるのも新しいなんか、ね、うん、こういう感じの人使ったらこういう感じになるんだっていう学びにもなると思うし、いいんじゃないかなって思う、うん、で、まあ、まあ、じゃあベン・ホワイト、うんうん、は結構やれる能力はしてるというか、いや俺めっちゃ好きだけどね、このタイプ、ね、このタイプだとあんま肘70代かなと思ったんだけど、あー、うん、足元歩きって、そうだね、そう、でもフィジカル80乗ってたから、でスピードも80乗ってるでしょで、スタミナも86あるから多分初期のね、あんまスタミナ上がってない先輩よりは絶対持つし、これはちゃんと強いでしょ、ね、能力的には全然やれるし、うん、まあコンディション並みが普通だから、もしかしたら今週、ね、アップデがいい週しかなるかもしれないし、182だから真ん中で使うのちょっと不安かもしれないって感じ、うん、でも俺だったら端で置いて、そうね、今週当たったら絶対使うよ、うん、俺絶対使うし、俺結構このボールキープとグラパール系使ったことないから、うん、当たったことないから、まずこの系のタイプが、うん、はいはい、でも俺これ系で強かったら俺多分これ結構しばらく使うと思う、これだったら、で、まあ、あと配信とかでも話してたのがマクシマンかな、マクシマン俺らも使ったけど、うん、なんかもともと俺めっちゃうざかったね、相手いて、ああそうなんだ、うん、やっぱドリブル、俺なんかマッチアップをしてても、うん、めっちゃドリブルでキレあるドリブルで抜かれてたから腹立つなって思ってたら今週来て、うん、使ったらマジで軽かった、そうだね、俺も初めて使ったけど、うん、めちゃめちゃ軽くて、なんか スピードあるペドリっていうか、
あ、軽さっていうか、なんか分かる分かる分かる、言いたいこと分かるわみたいな感じだったから全部、うん、でダブルタッチついて、まあ、特殊できるようになったから、なんか身長の違いだもんね、ペドリと。あ、そうだね、なんか感じ的な時にペドリっぽかったわ、うん、スピードある。あ、それめっちゃいいかも、例えそうなんか似てたわけど、決定力70のワンシュー根下ないから。いや、そうなんだよね、結構ね、それが本当にしんどかった、うん、なんか俺サイドでよく使うから、こういう選手、はい、サイド今さ、今のアップデっていうか今のバージョンだとサイド浮くじゃん。浮くね、結構展開してって逆サイド振るとき、うん、で浮いてフリーで受けてシュートってなってもシュート全然入んないみたいなってのが結構あったから、うん、そこだけちょっとワンシューでマクシマンのとこまでやって、うん、マクシマンで俺打ったのに真正面行ったよ、キーパーのガチってもうキャッチされたから、うん、そこのなんかシュートは微妙かなって思うけど、シュート持ってくまでのはもう人としてはいいと思う、全然めちゃくちゃ。シュートは期待しちゃダメ、入ったらラッキーぐらいに思っていた方がいいと思います、はい、あとはエミマル。どうだろう、エミマル、あ、俺ら当たったからね、うん、エミマルどうだった？俺ちょっとキーパーも分かんないからちょっと書き教えてほしいわ。なんか俺が使った時絶好調だったから、うんうん、その今この緑色っていうか8号とかのある能力も88まで行ってリフレクティング90まであったから、あー、なるほどね。で俺結構まあ前引きするのちょっと早いから、うん、一歩でもちょっとボール側シュート側に寄せると結構キャッチしてくれてたから、うん、へー、しかもリフレクティング高いね、うん、シュートの反応めっちゃいいんだから。で身長もまあクルトヤルに比べたらちっちゃいけど、まあ、95もあれば十分ですね、うん、身長高いキーパーの中だったらトップクラスだし、うん、クルトは、まあ、持ってない人はいないだろうけど、うん、まあ、使ってみるの悪いじゃない。そうだね、当たったら試しに使ってみる、うん、今週だったら全然エビマルでも、まあ、クルトは B だからそんなにいないだろうけど、ありかなって感じですけど。あ、まあ、そうか、今週 B か、うん、アプレイ週にはいいと思う、うん、って感じかな。あとまあ、あ、でもあとはグリーリッシュも弱体化してるし、そうだ、前の FP と比べたらで、ワンシューも前持ってたけど今回持ってないってことだから、うん、まあそれだったら多分前の方がいいと思う、うん、し、ミュラーもまあデコイカ2列目になって、うん、まあ、ミュラーはスキルが結構いいから、うん、ワンシュンはスルーパスだし、そうか、ワンパラついたのか、うん、ミュラーのタイプって結構好き嫌い分かれるじゃん。うん、そうだね、スピーシュンがあんまりちょっと低いし、まあだから使わない人は使えないのかもだけど、でもなんかね、俺結構 ST ついてて、うん、このスキルだったら入れてもなんかいいんじゃないかなと思ったわ。ワンシュンワンパスルーパスでしょ。まあそうだね、スキルはもうめちゃくちゃ優秀で、 ST の端置いてさスルーパス出すとかでも全然よくない。うん、俺結構使ってた人だから、ミラー。ああ、そうなんだ、俺デコイがどうしても無理だったら使わなかったけど、あれなんか俺は好きだけど、でもまあ好き嫌いは分かれると思う。うん、そうだね、うん、まあ、一応星5最後じゃあ見とくか。ファイナルデム、ファイナルデムはバランスだね。でもなんか軽そうじゃない。まあ確かに、まあ、マクシマみたいになんか身長もちょっと75で体重も低いし、うん、ボールコントロールドリブル系めっちゃあって、うん、パスも結構やれるし、まあ、問題はスルーパス持ってないってところかな。そうだね、うん、近いんだろう。バレンラってこんな感じ？俺持ってないから分かんない。あ、ぽいかもね、バレンラっぽいかも、ね、はいはい、確かに。でも結構俺ここはいいなと思ったのは、うん、この身長でエアバトとヘッダーついてるじゃん。俺結構ね、最近なんかクロスとか上げて、うん、まあ、クリアした時もそうだったけど、意外と中盤で競り合うこと俺多いんだよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。で俺結構君引きで負けてるの気になってたんだよ俺そうだね、君引きだと、まあ、ここなんかでかいやつだったら、うん、マイボールにできて一生攻撃できるのになみたいな。ああ、でもクロス上げてクリアボール競り合いとか、うん、そしたら自分のマイボールにできればずっと攻撃できて、うん、相手のカウンター食らわないじゃん。確かに。って時にワイナルデムは軽さもありつつエアバトルがあるから競り合いも勝ってくれそうなんだよ。ああ、そうだね、っていうタイプが今まであんまいなかったよ、ちっちゃいタイプでエアバトル持ってて。確かに、ちっちゃいタイプ、うん、確かに。そうだからチュアミニは結構勝つんだよ、競り合い。そうだね。でもチュアミニ結構重いって言ってる人いるよ。あー、いるね、うん。でもこのワイナルドムは軽さもありつつ競り合いも勝ってくれる可能性あるから、うん、俺それの面では結構使ったら面白いんじゃないかなと思った。おー、確かに。ここはちょっと当てた人はそこら辺の使用感を教えてください。チュアミニ重いし、いや、君ちょっとなんか、うん、競り負けるし、競り負けるなみたいな人はワイナルドム使っても面白いんじゃないかなみたいな思うかな。まあ、このあれかな、まあなんか配信中見たいだけあれだったよね。オッケーです、そこは。っていう感じです。で、まあ、万人受けしそうなのは、トナーリとベン・ホワイトじゃない？ベン・ホワイト。うん、うん。まあ、マクシマ、まあそうね、万人受けするんだったら、うん、そうね。まあ、キーパーだったら、キーパーだったら割と、FP の方だったら結構トップクラスに強い気がするんで、うん、当てた人は、まあそうね。キーパーって言った時嫌われがちだけど、この FP で。
まあでも、トナーリとホワイトじゃない、今週は。うん、そうだね、当たったらめっちゃ嬉しいなってなるのはこの2人だと思うわ。これはもう無課金でも引いてもいい気がするけど。俺絶対引くな、俺無課金だったら。うん、無課金だったら、このレバーとかさ、うん、ベンゼマレベルの選手ってそんな取れないと思うから。ああ、確かに。そうだね。そうそうそう。だからなんか持ってないんだったら、こういう選手、ベンゼマ、レバーとか持ってない人だったら引いていいんじゃないかなって思うけどね。はい、まあこんな感じでいいかな、2人のガチャレビューは。うん、はい、というわけで今週のガチャレビューは以上となります。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。